しないのかな。でも潜って探すのは無理だし。ラミゼルさん見当たらないね。もしかしてここには来てないのかな。ですが町から森までの道でも会いませんでした。可能性としてはやはりここに来ていたか、もしくは入れ違いになったのか。ありえねえ話じゃねえよな。それじゃあ一度町に戻った方が。ソフィー、ソフィー、え？ソフィー、どこにいるのですか？私は一体どこに？ここは一体？プラフト？プラフト？ここにいるの？何を言ってるんですか？ずっとここにいるじゃないですか。そうじゃなくて、私が探してる方のプラフタの声が聞こえたの。この暖かさは誰かいるんですか？もしかしてソフィーですか？ソフィー、ソフィー、プラフタ、待って、プラフタ。おい待て、ソフィー、声なんて聞こえなかったぞ。ソフィーさん、突然どうしちゃったんだろう。わからないけど、放っておけません。二人とも、ソフィーを追いますよ。間違いなく声が聞こえたんですね。うん、あれは絶対プラフタの声だよ。聞き間違えるはずない。絶対にそうだよ。落ち着けって、疑ってねえから。それで、なんて言ってたんだ？私のこと呼んでた。でも、私が見えてないような感じで。大物がいたとはな。ソフィー、私はプラフタを探してるの。だから私はこんなところで止まってられないんだから。やべえぞ。ソフィーさん、逃げようよ。でもプラフトを探さなきゃ。この状況で水流と戦うのは不利です。せめてこの雨をどうにかできれば。これって陽光のヘリオドールが光ってる。もしかしたらどうにかできるかも。本当ですか？わからない。でもなんだかそう言われてる気がする。言われてる？この際何でもいい、やっちまえ。
こいつは使えそうだ。これを使います。これを使おう。オーラが弱いところがあるな。どうだ、狙えるか。手伝うぜ、アレット。これとか効きそう。ほらよ、くれてやるぜ。行きますよ。どうにかな。おい、みんな怪我してねえか。問題ありません。ソフィー、あなたは？大丈夫。それよりプラフタの声が聞こえない。さっきは確かに聞こえてたのに。プラフタ、お願い、返事して。プラフタ、何？あいつまだ戦えんのか。落ちした。せーあー、仕留める。間一髪、間に合ったみたいね。
セルさん？二人ともどうしてここに？カティからあなたたちの話を聞いてね。慌てて探しに来たのよ。まさかこんなところに来てたなんて。帰りに寄り道したから行き違いになったみたいね。私の用事に付き合わせてしまったのが原因だ。申し訳ない。何にせよ助かりました。さすがにもうこちらも限界でしたので。間に合ってよかったわ。それで、あなたソフィーさんだったかしら。私に頼みたいことがあるのよね。あ、はい。どこから説明すれば。ここじゃ落ち着いて話せないわ。話は町に戻ってからでも構わないかしら。あの、ちょっとだけ待ってください。この辺りで少し調べたいことが。ダメよ、またさっきみたいに襲われたいの？でもソフィーさん、ラミゼルさんの言う通りにしよう。もうヘトヘトだし、また襲われたら。アレットちゃん、焦る気持ちはわかるけどよ、一度休んでまた来ようぜ。オリアさん、わかりました。ごめんね、ありがとう。それじゃあ戻りましょう。これがラミゼルさん、私のおばあちゃんかもしれない人。私がラミゼル、錬金術師のラミゼル・エルレンマイヤーよ。錬金術師で名前もおばあちゃんと一緒。やっぱりこの人は私の。まあ話はカティのお店についてからね。私もちょっと休みたいし。ラミゼルはソフィーのおばあ様でしたか？正直全然わからないの。だって私が知ってるおばあちゃんってあんなに若くなかったし。ああ、そりゃそうか。聞いたところでラミゼル
ゼルさんだってわかるはずないのに。ほら、みんな何やってんの？早く行くわよ。あ、はい。今はプラフタを探すことが先だよね。ラミゼルさんのことはそれから考えよう。大変だったわね、ソフィーさん。プラフタさんのことも心配でしょうに。はい。けど、ラミゼルさんと会ったあの場所でプラフタの声が聞こえた気がするんです。その話か。でも、俺には何も聞こえなかったぜ。ソフィーさんには悪いけど、私もそんな声は聞いてませんね。そんな、気のせいだったのかな。まあまあ、落ち込んでてもプラフタさんは見つからないわよ。そのために私を探してたんでしょ。あ、はい、そうです。エルビーラ様にプラフタのことを聞いてきてほしいです。お願いします。世界の神様ならきっと何か。そういうことなら協力する。いいんですか？もちろんよ。そんな話を聞いた以上放っておくことはできないわ。やったね、ソフィーさん。うん、すぐに話を聞きに行ってくるけど、ごめんなさい、引き受ける条件みたいになってしまうんだけれど、ソフィーさんに頼みがあるの。私にできることなら何でも言ってください。ありがとう。お願いしたいのは、私が受けていた依頼を代わりに進めてほしいってこと。一つは湿地に出る魔物の退治、もう一つはディーボルトの新しい剣の作成よ。ディーボルトさんってさっきまで一緒にいたあの人ですか？そう。ソフィーさんは錬金術師だって聞いたから、多分大丈夫だと思うんだけれど。はい、数は少ないですけど、剣なら作ったことがあるので、なんとかなると思います。任せてください。それを聞いて安心したわ。ディーボルトは町の居住区に行けば会えるはずよ。それじゃあよろしくお願いね、ソフィーさん。こっちこそよろしくお願いします、ラミゼルさん。ああ、それと敬語はいらないわ、堅苦しいしね。じゃあ私のことはソフィーと呼んでください。わかったわ。それじゃあ行ってくるわね、ソフィー。それにしても、あの子は何考えてんのかしら。このことを把握してないはずもないだろうに。よかったですね、ソフィー。それでどっちの依頼から進めるつもりなんです？まずはディーボルトさんの方かな。町の居住区にいるって言ってたから会いに行ってみるよ。へへ、どこに行くんだ？君は確かソフィーだったか。ソフィーの家ミュラーです。ラミゼルさんの代わりに
剣の依頼を受けに来ました。代わり休養でも入ったということか。承知した。てかお前剣なら何本も持ってんだろうが、それ使えばいいだろう。それも考えたのだが、やはり手に馴染む剣が普段使いには一番だと思ってな。手に馴染まねえ武器なんか集めんなよ。ったくこの万年武具マニアが。趣味というだけだ、マニアではない。随分と親しいようですね。言ってなかったっけ、リーボルトさんもオリアスと同じ用心棒なんだよ。見ての通り全然タイプは違うんだけど、なんか仲がいいんだよね。それでソフィ、すまないが剣を作った経験があるか聞いてもいいか。はい、数は少ないですが経験はあります。そうか、少々不安は残るが、ラミゼルがよこした代理だ。信じてみてもいいだろう。ラミゼルさんってソフィーさんが錬金術してるとこ見たことないよね。まあそうだな、けどあいつが納得してるならいいんじゃね。改めて私はディーボルト・レーベレンツ、この町で用心棒をしている。頼みたいのはこの剣なんだが。これって結構修理をした跡がありますね。もしかしてディーボルトさんが？ああ、どうにかだましだまし使っていたのだが、先の戦いでとうとう寿命を迎えてしまった。折れてこそいないが、もう切ることは不可能だろう。そうだったんですか。大丈夫です、私に任せてください。きっと満足してもらえる剣を作ってみせますから。ああ、期待している。さてと、俺も一旦依頼が来てねえか見に帰るか。素材集めに行くんだったら声かけろよな。私もちょっと用事があるからまた後でね。うん、二人ともまたね。さてと、この剣は初めてだからな、失敗できないし、ちゃんとレシピを考えてみよう。どこに行こうかな。よし、行こう。それじゃあ今から簡単な錬金術を教えるけど、準備はできてる？もちろん、いつでも大丈夫。何を作ろっかな。大まかにでも決めておいた方がいいよ。薬にするとか道具にするとか。そっか、じゃあ道具にしようかな。薬よりもそっちの方が複製しやすいし。そうなんだ、それじゃあ早速始めよっか。これは何だろう。こういうの好きなんだよね。それでこれってどういうものなの？残念だけど失敗かな。あらら、そうなんだ。やっぱりそう簡単にはいかないってことか。それにこの見た目じゃちょっと売り物にはならないような。いやいや、売り物にはなるって。むしろめっちゃ売れるんじゃない？この個性的な見た目とっても素敵だよね。吸い込まれるような美しさすら感じるよ。そうかな。僕が言うんだから間違いないよ。やっぱ
り僕は複製能力とこの溢れ出る美的センスを武器にした方が良さそうだね。それが一番ないと思ってたんだけど、まあ楽しんでもらえたみたいだし、とりあえず良かったよ。はい、補充したよ。うむ、どうやら思っていたよりもいいものが完成しそうです。やったね、プラフタ。はい、ソフィーのおかげですね。そんな、私はちょっとやり方を教えただけだよ。やり方を教えてくれただけではありません。そばにいること、それも重要なのです。同じ錬金術師がそばにいることで切磋琢磨して技術向上に励もうという気持ちになれますからね。元の世界でもそんな友がいました。おかげで私はここまで成長できたんです。プラフタの錬金術師の友達ってもしかして、その友達と一緒に頑張ってたのね。はい、彼と共に互いの研究成果を見せ合い、時には衝突もしながら腕を磨いていったのです。錬金術師の優秀な錬金術師の友というのは本当にありがたい存在です。いい友達なんだね。プラフタから聞いた話と似てる。やっぱりこの子は。どこに向かいますか？さあ、行くとしますか。そういえばソフィーちゃん、こっちの生活で何か困ってることはない？ううん、今のところは大丈夫です。アトリエもプラフタが使わせてくれてるし。よかった。でももし何か困ったことがあれば、いつでも私のところへ相談に来てね。はい。そういえばカティさんってエルデビーゲについては詳しいんですか？まあね、私この世界じゃ古株だし。だから大抵のことは知ってるつもりよ。でもあまり長くいたら元の世界のことが懐かしくなったりしないんですか？そりゃ懐かしいなぁとは思うわよ。向こうにだって思い出はあるからね。帰りたいとは思わないの？別に思わないわね。だって特に困ってることないんだし。もともといた世界とは違うのに？ああ、それあれだわ、難しく考えすぎてるだけだから。実際暮らしてみると外国に引っ越して暮らしてるのと何も変わらないから。家と仕事、友人、そして平穏に暮らせる環境、私にとっては理想郷よ。ソフィーちゃんは来たばかりだからわからないだろうけど、しばらく過ごせばきっと同じ気持ちになると思うわ。私は元の世界でやることがあるから絶対に戻りたいと思ってるけど、でも面白そうだし、それまでにエルデビーゲをいろいろ回って見てみますね。どこに向かいますか？頑張ろう！あー！オリオスさん？なんだか思い詰めた表情をしてるみたい。オリオスさん、どうかしたの？ああ、ソフィーか。ちょっとした悩みがあってな、いろいろ考えてたんだよ。私でよければ相談に乗るよ。力になれるかはわからないけど。つまらねえ悩みさ。
っての通り、俺様は用心棒だ。それもこの世界で最も優秀で頼れる超用心棒だ。超用心棒って、まあ、うん、頼りになる人だよね。ああ、そのせいか当然用心棒の依頼が山ほど来る。俺以外にも同業者は結構いるってのにな。さっきも同業のやつに頼まれちまってな。こっちにも仕事を回してくれってよ。なるほど。俺様ちょっと優秀すぎるよな。そのせいで同業者に依頼がいかなくなっちまう。それを思ったらなんだか悲しくなっちまってな。だからって仕事の手を抜くわけにはいかねえ。依頼者は俺様に助けを求めてきているんだからな。けどよ、誰かを助ければ誰かが不幸になっちまう。この螺旋を止めるのは俺様の使命なんじゃねえか。それは一人の人間が抱えるには重すぎる使命だ。俺様は潰れず抱えきることができるのか。どうもソフィー。あれ、くそー、勝手に帰ってんじゃねえ。俺様の話を最後まで聞きやがれ。どこに行くんだ。ほら、さっさと行こうぜ。風が気持ちいいね。なんだか懐かしい感じがするよ。私なら弱点をつけそう。ソフィー、一緒に行きましょう。行くよ。どうだ、切り裂きます。トーン。アレットちゃん、私も行くよ。どこに行くんだ。よーし、行こう。ソフィー、プラフタ、いいものを持ってきてやったぜ。いいもの？手ぶらのように見えますが。そう、慌てんなって。外に来てくれよ。みな、こいつは温室栽培機だ。温室栽培？おうよ。この世界の天気が変わらないってのは知ってるだろ。それと似た感じで一定の環境で栽培できるって代物だ。と言っても私たちに野菜を育てる趣味はないですよ。まあそれはそれ、これはこれだ。俺が使ったらただの野菜しか作れねえけどよ、お前らなら何か特別なものが作れんじゃねえか。そっか、錬金術で種を作れば何かできるかも。なるほど、それは面白そうですね。すこぶる興味が湧きます。だろ、こいつもやるからよ。錬金術で種を作る参考にしてくれ。ありがとう、オリアスさん。
ことなんだ。新しい道具作れるようになりましたよ。どれにしようかな。材料はっと、使ってた剣とは全然違うな。ジュリオ？うん、すっごく強くてかっこいい騎士なんだ。騎士ですか。交友関係が広いのですね。改めて考えるとそうだね。いろんな人との出会いがあったからな。フリッツさんって剣士からは人形の構造を教えてもらったりもしたしね。剣士から人形の構造を。不思議な方もいたものですね。でもそんないろんな人たちと出会ったおかげで私も錬金術師としてすっごく成長できたんだ。なるほど。いろいろな専門家との出会いというのは確かに錬金術の成長にも大きく影響しそうですね。いい話を聞けました。それじゃ剣の材料が足りてるか確認してみよう。何を作っちゃおう。材料はっと、
どの特性にしよう。これでいいかな。パパッと仕上げちゃおう。これで完成。強度も切れ味も確認したし、あとの細かい部分は使ってみてからって感じかな。早くディーボルトさんに持ってってあげよう。どこに向かいますか？よし、行こう。うわ、何この煙、もしかして火事？アレットちゃん、ううん、錬金術に失敗しちゃって。失敗するとそんな煙出るの？ご近所さん大変だな。っていうかプラフタに怒られちゃうかも。アトリエの中すっごい煙くなってるしね、バレる前に換気した方が。これ成功してない？形にはなったけど、作ろうと思ってたものじゃないの。こういう失敗作って捨てるの面倒なんだよね。なんてもったいないこと。捨てるくらいならこれ私にちょうだい。それは構わないけど、本当にただの失敗作だよ。置物くらいにしか使えないと思うし。ソフィーさんにはそう見えるかもしれないけど、私の目には掘り出し物に見えるんだよね。そうなんだ。もしかして他にも失敗作があるって言ったら欲しい？あるの？うん、捨てるのが面倒だから見えないところに隠してあるんだ。もらう、ぜひもらいます。私に全部ください。いいよいいよ、全部あげちゃう。置き場所がなくなりかけてたから助かったよ。ちょっと顔出しに来ただけですっごい掘り出し物に出会えちゃうなんて、商売の神様に感謝感謝。ソフィー、今後は溜め込まずにちゃんと捨ててください。しますか。どの依頼を受けようかな。いらっしゃいませ、ソフィーさん。お食事ですか？うん、カティさんにお願いしようと思ったんだけど。働きたくない。働かなくていい仕事あればすぐ転職するのに。本当、うちのマスターがすみません。すぐ用意しますので座って待っていてください。お待たせいたしました。ごゆっくりどうぞ。ありがとう。それじゃいただきます。口に合いませんでしたか？あ、うん、美味しいんだけど、なんとなく物足りないような感じがして。そうですか、申し訳ありません。料理はまだまだ修行不足のようです。あ、カティさん。ソフィーちゃん、ちょっと一口もらうね。なるほどね、お店に出すレベルには達してるけど、気持ち塩を多めにして調理する際の火力は強火で、それで一気に味が深まるはずよ。え？すぐ作り直してきます。ありがとうございます、カティさん。私の分もよろしく。はい、わかりました。頑張って美味しいの作りますね。
さてっと。ってわけだからさ、ソフィーちゃん、悪いけどもうしばらく待っててね。そこまでわかるなら自分で作った方がいいんじゃないですか。それは言わない約束よ。はあ、お腹空いたわ。ねえねえ、どこ行く、どこ行く。さあ、行くとしますか。もちろんだが、バランスがいい。まるで手に吸い付くような感覚だ。家事の参考にもなる素晴らしい剣だ。見事な仕事だ。ありがとう。いえ。でもリーボルトさんって自分で家事もやるんですか？いついかなる状況であろうと、最低限己の武器を手入れする技術は必要だからな。強い武器を作らねば、奴を撃つことはできない。奴？黒い鱗を持つ竜だ。恐ろしく凶暴な魔物でな。もし奴を見かけるようなことがあれば、教えてもらえると助かる。わかりました。見かけたらすぐに伝えますね。ありがとう。ところで、ソフィーは離れ離れになった家族を探しているのだったな。剣を作ってもらった礼と言ってはなんだが、私にもその手伝いをさせてもらえないか。本当ですか？すごく嬉しいです。期待に応えられるよう全力を尽くそう。早速なんですが、ラミゼルさんが受けていた魔物退治の依頼に付き合ってもらえませんか？もちろんだ。この剣の切れ味も確かめさせてもらうとしよう。ありがとうございます。それじゃあ一緒に湿地まで来てください。どこに向かう？護衛は任せてくれ。さあ、行くとしますか。この世界って子供やお年寄りの人もいるよね。年齢に関係なく、エルビーラは気に入った人を誘っているようですからね。でもみんな家族ってわけじゃないんでしょ？そうだよ。みんな違う時代の違う場所から来た他人同士だからね。そんなのここにいる人たちは百も承知だから、みんな助け合って暮らしてるんだよ。子供が来た時は率先して面倒を見てくれる人もいるし、年寄りの人もちゃんと安心して暮らしながら夢を叶える準備ができるようになってるんだよ。みんな夢は違えど、それを叶えたいという志は同じですからね。互いを支え合いながら己を高めていこうという気持ちなのでしょう。まあ自分の夢が叶うなら他はどうでもいいなんて考えの人は来れないと思うしね。エルビーラ様どころか誰からも気に入られるような人じゃないと思うし。そっか。夢を叶えるために一生懸命な優しい人たちが集まる世界、素敵だな。どこに行こうかな。
うん、出発。ソフィーの手伝いをさせてもらうことにしたんだ。彼女は私の剣を作ってくれた恩人だからな。へえ、お前も一緒ならどんな相手でも怖くねえや。よろしく頼むぜ、相棒。ああ、共にソフィーを守る剣となろう。おお、男の友情だ。ちょっと暑苦しいけど頼りにしてますね。全員揃いましたし、向かいましょう。場所はアズラの桟橋と呼ばれる湿地です。